1995年世界最速の SF スポーツとして登場したインテグラタイプ R。 VTEC で武装された優れたパワーユニットと卓越した運動性能はデビューから6年を経た今でもライバルを全く寄せ付けない。そこで今こそ DC2 をとことん楽しむために徹底解剖。はい、さて中谷さん、はいはい、ここにインテールがありますが、現行のインテールですが、なんかさ、インテールやるっていうか俺新型がもうあんのかと思って喜んできた。先月号でもう走ってましたから ね、まだ旧型なの。とりあえずまだあの発売されてないんで新型は。そうですね、いや、まあ、発売日は決まってますけど、この現行のインテール、うん、中谷さん的なイメージですよ。まあ、これはさ、あのベストモーターイングの初代耐久王じゃないですか。です、ね、まあ、ともかく非常にエンジンもいいし足もいいし走りもいいし、なんか日本にいてこのアルファみたいなね、あの FF としては僕最高のスポーティーカーだと思うんです。そうですね、まずこのレスポンスのいいエンジン、どっちかっていうとあの手作りのね、そうレーシングカーに限りなく近いね、はい、あの空昔レーシングしてる時も吹け上がりもいいし、フライホイール軽いんじゃないかって思わせるのは吹け上がりのいい手作りエンジンをちょっと覗いてみたいな。というわけでサーキットで体感パワーチェック。走行距離や使用状況の違うノーマル DC2 3台を中谷選手とタクちゃんの2人に乗り比べてもらい、各社のプロフィールを言い当ててもらおうという企画。3台の識別はフロントウィンドウに貼った帯の色。まずは3台中最も走行距離の多い黄色から。どうです、中谷さん、わかります？エンジンはそんなにへたった雰囲気がない。ブレーキとかね、足回りのがへたっちゃっててダメな感じだけど、まあ僕は査定もできるんではっきり言って程度はあんまり良くないです。ただエンジンはね、そんなにペタってない。ちょっと圧縮少し下がってるんだけども、まあ、パワー的にはそんなに大差ないですね。続いては同じ車をタクちゃんがチェック。こんなのわかるかよ。わかりません、全然わかりません。まだ1台しか乗ってないんですけど、ただ気持ちいいっていうだけで、どうなんでしょう。2台目は最もサーキット走行をしている赤帯インテ。これはもうだいぶエンジンが落ちちゃってるね。これはいじめかな、一緒だキャスターよ。一番ひどいや。これはもうね、だいぶエンジンスカスカ、足回りさらにガタガタ。だってこういうのはね、ベンチでテストしてもゆっくり負荷かけたり時間かけるとね、数値的なパワー出ちゃうんですよ。だから馬力のピックアップとか中間域のトルクとかそういうのは全然低いと思う。エンジンのレスポンスはいいけど、これちょっとダンパーへたってるかな。同じタイヤでこのグリップはちょっとダンパーがへたってるかな。エンジンだけ見たらそんな距離数感じないんだけど、ちょっとさっき乗ったのよりは古いね。走行距離にしてね、62,500km ってとこかな。一番新しい青帯インテ、その差が体感できるのか。全然まだしっかりしてるね。これは車体もしっかりしてるし、エンジンも高回転域でだいぶ圧縮が維持されてる感じ。これはね、
番しっかりしてる。でパワーも圧縮がまだそんなに落ちてなくて、高回転でトルクの仕組みがないんで、まあ、回転の上昇に従ってトルク落ちてないから、まあ、パワーも出てる一番ね。ブレーキもシャシーもしっかりしてるし、まあ、一番程度いいです。さあタクちゃんの評価は？これは新しいな。これは車が新しいぞ。でもなんか重いな。多分距離数、1万1000キロで、一番新しいと思います。ただエンジンがまだ当たりがついてないみたいでちょっと重いかなっていう。多分一番新しいけど、結局3台乗って全部バランス一緒だし、エンジンのフィーリングは変わんないですよ。ということでですね、DC 2型のインテグラ、3台乗り比べてみましたけども、ここにフリップありますけどね、この色分けしたのは赤、黄色、青。これは車の帯のここのこの色ですね。車の車体の色じゃなくて帯の色ですね。でこれは、距離、これは僕が乗った感じで、ええ、これぐらい距離走ってんじゃないかな。細かいよね、200キロ。僕もね、こういう順番が違う。よく見ると逆なんだけど、走行距離の僕は新しい順に並べたのよ。こっちが一番少なくて、ああだからそれで言うと新しい、うん、だけど距離は分かりませんと、うん、まあちょっとじゃあ乗ってみましょうか、はい、あ、こうでしたね。違うんだね。これは合ってるな。これでも2万キロしか走ってないんだ。一番走ってんのはこれ、黄色。黄色が一番走ってんの。一番走ってんのは当たりがついてる。これ何馬力ですか？シャシーダイナモ190馬力 190PS。 青が187。3馬力しか違う。こんなもの分かるわけないじゃん。はい、次わかるかよ。そんなもん。まあ結局さ、だからインターアルっていうのは非常に性能揃ってるってことだよ。そうなんですよ。だからどういうニーズで使ってても、どういう距離数で走ってても、そういう意味ではもう揃ってる性能だけど、そのマックスパワーだけなんて、中間のトルクとかエンジンのピックアップとか、そのさっき言ったアクセルの突きとかね、そういう部分で見るとやっぱりこの距離の感じだよね。いやもうこれ俺ものすごい乗ってると思ったんだけど、黒いやつ。そうっていうことはエンジンの馬力はサーキットガンガンに走ったって下手んないと。そうだよね。だから変にオーバーレブさせてたりとか、オーバーヒートさせちゃったりとか、そういう変なことしなければ、この車のエンジンっていうのは本当にタフで、性能が揃ってる。他のインテアールはどうなのか。パワーチェックの結果、距離や使用状況に関わらず、ノーマルのほとんどが186馬力以上をマーク。恐るべし B18C。